スエメラルドがこの島に引き寄せられているのを感知したからだよ。何か分かったのか？今断片的な情報をつなぎ合わせてるんだけど、古代人の技術はカオスエメラルドの力で動いてる。この島のシステムは全部電脳空間でさえエメラルドの電力がないとスリープ状態みたいだった。でも誰かが電力供給を回復させてシステムを再起動したってことなんだと思う。誰だか想像はつくぜ。
この扉を調べてたんだけど、中からロック解除されたような音がしたんだ。でかしたな。で、どうやったら開くんだ？扉の隣にスイッチがあるの見える？それはきっとソニックの持つサイバーエネルギーに反応するんだよ。向こうに何があるかわからないけど、きっと重要なんだと思う。準備ができたら近づいてみて。俺はいつだって準備万端さ。